う、アニちゃんです。今日は新宿東口横丁にやってきました。何やら新しい横丁がオープンしましたということで、熊野の竜の都飲食街、めちゃくちゃカラフルで可愛いです。では早速入ってみたいと思います。お店はこんな感じ。1階2階からこっちが地上です。あれ逆です。映えすぎじゃない？やば。はい、入っていきます。おー、さっき下から見た、あ、上から見た、見て、竜がいる、見える。すげー、世界観もすごくない？赤ちょうちんです。赤ちょうちん、赤ちょうちん、なんかさ、千と千尋っぽい感じお父さんとお母さんが豚になるところっぽくない？はい、次は、地下、さっきが1階で、地下1階ですね。なんか韓国ドラマやってる。すごいよ。あ、なんかすごいよ。見て。あ、ズンズンズン。軽快な音楽とともに、竜が。こんな感じ。あ、今日のコーデ。かっこいいよね。どう？はい、竜の肉具に来ました。いい名前ですね。まずお酒はコーンのヒゲ茶杯があったので頼みました。そしてこちら牛タンめっちゃ美味しそうじゃん。食べたいと思います。さあ、これは声が曲に勝っているのでしょうか、どうでしょうか皆様。では早速乾杯したいと思います。乾杯。美味しい。いや、マジでコーンのヒゲ茶杯は最高ですね。ではこの素敵な景色を見ながら、見えてますか、いただきたいと思います。じゃーん、うん、おいしい。この上は脂身と味がしっかりついてて美味しい。では1軒目はこんな感じで食べていきたいと思います。最後の1枚になってしまいました。食べる。うん、うん、マジで美味しかった。レモンかけても美味しいけど、レモンかけない方が好きかも。私塩コショウ効いてて。
中華のお店にドドン来ました。はごろもろう、はごろもろうこの乾杯ドリンクを頼みました。ですね、これはなんだ、中華鍋ですね。中華鍋に入ったやつ、じゃーん、こちらになります。こんな感じ、大きさわかるかな。そしてこの、中華のお鍋ですね、とめっちゃなんかケロリンみたいな、いい棚これに入れて飲むみたいです。では早速一杯飲みたいと思います。いやーどうこんな感じ。乾杯。安定です。レモンサワーが美味しい。レモンサワーしか勝たんということで、この背景見て、めちゃめちゃ可愛くない？いい席です。いい席をゲットしました、私。ということで次ご飯待ちたいと思います。溢れるチーズバーガーどうぞ。到着しました。じゃあ行きます。じゃん、わー、あんまり伸びてない。チーズがよ、おいしそう、めちゃくちゃ。イエーイ。チーズと麻婆豆腐、めちゃくちゃいい組み合わせですね。ではいただきます。暑いわ、めっちゃ暑い。暑い。うん、あ、おいしい。暑い、うん、あ、おいしいですね。めちゃめちゃ暑いけどめちゃめちゃ熱いけど美味しい。あのチーズといい感じにマッチして美味しいです。でちょっと冷ましてから食べたいかなって思います。猫舌なんだよね。うん、おいしい。はい、では食べながら龍の都飲食街について紹介していこうと思います。まず場所は新宿東口から徒歩1分、地下2階から地上までの4フロアに17の専門店が集結しています。他の店舗のメニューを出前することもできるので、横丁を移動することなくいろんなメニューを楽しむことができます。私が飲んでいるようなメガドリンクもお店によって種類が違うので注目。週末には DJ イベントも、気になる人は要チェック。あとこれだけになりました。もう終わるやん。飲み切りました。一応友達と二人です。あとこれだけで終わります。ちょっと酔ったかもしれない。うまー。まあこれぐらい飲んだら酔っ払いますねということです。でもここめっちゃいい。あの中華の店、結構穴場というか落ち着いてて、音楽もうるさくなくって人と喋りやすいし、あと店員さんがめっちゃいい人。絶対全員きっといい人。そうだからこの店はめちゃくちゃいいと思います。ということで今から下の階、地下2階の店に行きたいと思います。たださっき料理が1時間待ちですって言われたので、もしかしたらいけないかもしれないんだけど、地下に行ってみたいと思います。以上。はい、ということでちょっと地下に最後行きたかったんですけど、ちょっと料理が1時間待ちとかでご案内できませんっていう形だったので、ちょっともう終了して帰ることにしようと思います。まだオープンしたばっかなので、まあちょっといろいろね、大変なんだろうなと思うので、また落ち着いたらゆっくり行きたいなと思います。でも、時間がマジで24時間とか、朝の8時までとかすごいやってるので、
あの夜まで、あの終電越えてどっかで飲みたいなって人にはめちゃくちゃいいんだと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。ここまで見てくれてありがとうございました。また次回の動画で、じゃあねー。